株式会社アトムは名古屋市畜作に本社を置く回転寿司チェーンなどの飲食店やカラオケボックスを高く経営する企業でコロワイドの参加である。主要基盤は中部地方、北、関東、東北地方である。1972年に福井県福井市にて寿司店として創業、後に回転寿司の分野に進出し、アトムボーイの称号で店舗展開を行う。 2005年にコロワイドの参加に入り、東海地区における事業主会社としての位置づけが生まれる。アトムボーイの称号の使用にあたっては、日本テレビ音楽との間で、鉄腕アトムのキャラクター使用許諾契約を結んでおり、1980年に京都市京区に本社がある株式会社アトムとの共同出資で使用許諾契約管理会社として、 京都市上京区に株式会社アトムボーイを設立した関係で名古屋のアトムが運営するアトムボーイと京都のアトムが運営するアトムボーイが両存する状態となっていた。1995年に京都のアトムが株式会社フーズネットに改名しフーズネットがアトムボーイへの出資を引き上げフーズネットは後にサトレストランシステムズ参ん入り。一方 同じ頃ワイドグループ参加で、1973年創業の東北地方のカラオケボックス、居酒屋運営会社、アムゼと1975年創業の北、関東地方のステーキレストラン運営会社、宮野二社を発祥とする軸と2009年3月26日付で、九州合併しており、合併時には従来の事業を、 株式会社アトムアトムカンパニーの事業とし、ジクトから継承した事業を、株式会社アトムジクトカンパニーとして、社内カンパニー制を敷き、旧アトム本社の名古屋市と旧ジクト本社の宇都宮市の日本社体制とした。また両カンパニーに、社長ポストを設け、本体の社長と副社長をそれぞれ兼任させた。その後2011年4月1日付で、 代表取締役副社長兼、ジクトカンパニー社長の小沢俊二が、アトム本体の社長に昇格し、従来の上田社長が非常勤の取締役に退いた。また、社長交代に合わせて、カンパニー制を廃止し、ジクトカンパニー本社を宇都宮支店に格下げし、東北支社を東北営業本部に改組した。現在は、コロワイドグループの居酒屋、飲食店のうち、 東北、北、関東、東海、北陸地区の店舗運営を担当している。本社から離れた東北、北関東地区の店舗運営を担当しているのは上記の経緯によるものである。ありがとうございます。